でまあこの中から、2個を選んだら、1つ、このミニポスターをいただけるという感じで、お一人様、1店舗のお買い物につき、1個で計5個までとさせていただいて、全部のデザインが、こんな感じになります。全5種の、各店も20個という感じで。かっこいい。うわ、そうなんですよ、めちゃくちゃかっこいい。で、これアリサカダルマナルセの順でこう横に並べたらこう背景がつながるようにしていただいてたり、大妖怪となってる。え、すげえ。そうなんですよ。おい、アリサカのところに羽生えとるぞ俺の。そうなんですよ。だからで俺のところに肘入ってる。肘入っとる。肘入れてくんなよ俺のところに。マジで。羽出とんねんこっちに。羽出したったで。羽出して肘出してお前。アリサカはなんか出せこっちに。アリサカじゃない、ナルセ。ダンも出んかった、なんかわからんけど。出るもんがなかった。その雨投げろ、あそこ雨。ほんまに雨投げたらよかった普通に。なんか出してこいよ。俺が一番強いかじゃあ。多分強い感じ出してんな。俺が一番強いわこれ。蹂躙してるわ。でナルセ、ナルセ多分ボコられてる。多分俺がボコられてて聞いてる顔してるもん顔が。顔が聞いてる普通に。聞いてるな。聞いてるね。でアリサカがまあまあみたいな顔してんな。やめないよみたいな。余裕でプレイして、うん、俺がナルセ煽ってんな確実にこれ。確実に煽ってんな。勝てんのチェ。何してんの。え、ザッコーって。俺が無視してずっと頑張ってんだこれ普通に。あーって言ってるわ多分、うん。苦しい普通に。いつもの風景やんそんなん。ね。いつものスマブラやんこんなん。やらされてるやつやんこれ。これは。ダルマがいるからこそ気になる人いるんじゃない。中井さんの3人ですが、リアルにどれくらいの頻度で連絡を取り合っているんですか。俺有坂にね、うん、マジでなんかあるなお前ら。俺有坂にマジで意味わからん動画とかを送りつけるのが好きで。こいつね、本当に定期的にただ YouTube のね動画とかを送りつけてくんのよ。うわ、俺は俺もそういう友達。うわ。ショートとか見てて、おもろいやつあったら有坂に送りつけるんよ。そう、絶対送ってくんのよこいつ。で、俺がそれを見てリアクションして何も返ってこんのよ。やっぱ面白いものをもらってるからさ、俺面白い返ししようと思ってさ、ちゃんとリアクションしてんで、こいつ何も返さんすよ。こいつ次のやつ送ってくる質問。一方通行やんそんな。うん。メモ帳代わりにされてるやんお前。もうだから送って満足すんのよ俺は。こいつ送りつけて満足して終わりっすよ。そう、あーもう見たんやなっていうの確認して終わり。え、それがダルマからアリサがどんぐらいの頻度なんそれは。まあでも頻度高い時は結構、ね、いやいや、まあ、なんかマジで頻繁に送られる時は送られるし、ない時はないからな。なんかありえんくらい送ってくる時、1日2個とか送ってくる時はこいつ。何しょこいつって。だってどういう気持ちで送ってんのお前は。あ、マジで、うん、再生回数2とかの動画送るやん俺。どこで見つけたみたいな動画とか送ってくるときあるからさ。それが好きなのよ。それでもね、お前何が満たされんのそれで。お前の面白さの共有じゃないんだ。いやだから一方通行やんって帰ってきても無視するやんこいつ。だから返事が来て、おもろいでって見たんやなで共有はもう終了してる。お前側からのあれはないんや、もうシャットダウンするんや、もう。そうそう、もう終わり終わり。はい、あ、おもろかったんや有坂も。ああ、じゃあ次行きますみたいな。そうや、そんな感じ。すごいな、こんな感じや。俺と成瀬最近でも特に多いよな。最近多いな。まだずっとなんか配信してない一緒に。いやいや、すごい、ここ2週間くらいほぼ毎日一緒にいるし、こんばんはから始まる。こんばんはって、こんばんは、何してます、やりますっていう感じ。結構俺ら最近多いけど、それまではそんな多くなかったよな。てか、なんなら少ない方。なんか通話で話したりみたいなのは全然。そうだね。それこそサーバーで話したりはあるけどね。うんうんうん、この、え、そんなもんじゃない？なんか言って連絡、文字にして送ることってあんま少ないよね、我々。ないね。あんまないね。なんか話してる時とかだよな。うん、多分、そっちの方が多い気がするな。3人の中で入れ替わるなら、誰がいいですか？入れ替わる。俺は俺ナルセかな。ありますよ。アリさんは？俺もナルセ。
言ってもだって俺と有坂ってさ割とすることできること似てるやん、うん、そうなんよね。え、それで俺どっちにもなりたいんよな。マジでさ、だるまとかさ、有坂になってさ、マジでゲームめっちゃうまくなってボコボコにしたいねん。俺人をボコボコにしたい。違う、俺になって、俺になってほしい。俺の立場になってみろよ、お前。俺が成瀬になって。そう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 。逆になってってこと。そう、まずはぷよぷよで勝負しようやみたいな感じになる。でも成瀬はあれじゃない、結構努力すごいやん、何においても。そうかな。スマブラもそうだけどさ、まあね、言うて最初ボコボコだったけどみたいなの多くない？あ、まあ確かに今になったらでもちょくちょくいい勝負ぐらいまでいけるようになったか。いや無理でしょ。いやいい勝負ではないけど、まあちょっと無理でしょ何ちょっと頑張ってるなくらいになるやん。うん、無理でしょ。ボコボコはボコボコだけど、接戦になる時とか全然あるよね。いやないでしょ。あるよね。あれさか遊ばれてる。あーね、そう。今日努力する部分かな。まあ確かにね、努力ね、すごい。あーしてる、確かに努力、めっちゃ努力みたいなの苦手やから。やっぱ上手くなってるしね。そうそうそう、ちゃんと着実に上手くなってるのがすごいな。スマとかプヨとかも接戦の時あるでしょ。あーないでしょ。ないかそれはないけど、無理でしょ努力家のところが。あー、うん、やっぱりいいな。努力して調べたりとか、ね、なんかバロとか結構いい感じ、知識もあるやん。上手いでしょ、いいでしょ俺。まあ弱いでしょ。あ、時々弱いでしょ。なんかその調べたりとかさ、知識もあるやん、ちゃんと、はいはいはい、何事にも、それになってみたいと。そうそうそう、なんか何か調べてみたいなのが苦手やからね。そういうのもあるし、歌とかさ、はい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 、そういう自分のやったことないジャンルとかもあるから。やっぱだるまさんはラップっすか。いや俺はだから成瀬になって、うん、歌うま。でもラップいいな。ラップいい。俺の好きな成瀬の歌を出す。なって、成瀬になって俺が好きな成瀬を出す。俺になりきる、なりきってね、完璧に。そうよ、自分の理想の成瀬を作り上げるんだ。そうなるほどね。ファンの極致みたいなこと言ってる。すごいなお前。みんなが求めてる成瀬を出す。俺は、はい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 、発想がすごい。あのオラオラした感じのやつでしょ多分。そうや、はいはい、あの攻撃力高い時代が好きやから俺は。イエーみたいな感じのやつ。あ、そう、イエー。はい。質問探そうぜ。探してる。俺シングルタスクやから喋ってる時止まってる。あ、俺も止まってた。すごいんだ。あのすごい、言葉選ばずに言うと使えないね君たち。使えないって言わないで。いや言ってないっすよ。言葉選ばずに言ったらってだけなんだよ。本当は建前の選んだらじゃあどうなんだよ。なかなかいい性格してるねみたいな感じ。それはいい感じだね君。なるほどね。ポジティブに捉えます。ポジティブに言ったらね、うん、ポジティブでもだいぶ今だるま黙ってるからしゃ探してる。今ちゃんと探してる。めちゃくちゃ探してる。めちゃくちゃ探してるわ。めっちゃ探してるよ。わかりやすいな。これなら他、絶対他の2人に負けないって特技などはありますか。巻き舌が息吸いながらできる。え、やって。どうやってんのそれ。 いくらでもできるんだから、もう今度え、いくらでもできる。いくらないって何か。